のブースにお邪魔しています。レイソーさんでは今回や、去年11月に発売された27インチの新型ディスプレイを初お披露目ということで、早速千早さんにご紹介させていただこうと思います。はじめまして、映像の千早と申します。今回映像ブースでは、写真プリントと液晶モニターのカラーマッチングを体感いただけるスペースをたくさん用意しております。その中でもこちらにございますのが、カラーエッジ CX271-CLX という、昨年の11月に発売したモデルになります。前の機種からの進化ポイントとして、こちらの画像でご確認いただけるかと思うんですが、黒の表示が大変締まって見える豊かな表現ができるモニターでございます。あとは Adobe RGB99% 対応しておりまして、公式機のモニターになっております。またバックライトも LED バックライトを採用しておりまして、消費電力も非常に抑えたモデルとなっております。27型の大画面で、作業効率も非常に良くなりますので、フォトワークを安心して楽しく作業できるモニターでございます。今回エプソンの PX5V というプリント、あらかじめプリントしたものとモニター画面をマッチングするように調整をします。カラーエッジ専用のカラーナビゲーターというソフトウェアを使って調整をして、プリントに合うようにモニターの表示を調整します。で、調整が終了しましたら、こちらの専用センサーをぶら下げまして、であとは実行ボタンを押すだけという非常に簡単な手順になっております。で、モニターの調整だけではなくて、プリントとモニターを合わせるためには、まずレタッチソフトをちゃんと設定するということも 大切です。プリントする際にプリント設定を正しくしていただく必要もあります。映像ブースでは、モニターの調整だけではなくて、レタッチソフトの設定、プリンターの設定、すべて丁寧にご説明いたしますので、ぜひいらしてください。はい、調整が終わりました。このように簡単な手順になっております。であとは結果を確認して完了するだけで、これで、モニターとプリントがマッチングした調整目標が一つできます。で、今最後にここからセンサーが出てきたと思うんですけれども、こちらのセンサーが今調整した値を覚えましたので、以後は、このセンサーが自動でこの状態を保ってくれます。こちらのコーナーは世界的に著名な写真家集団マグナムフォトとのスペシャルコラボレーションの展示になります。今回エリュート・アーウィット氏の作品を7点モニターで展示しております。実は、ここのマグナムフォト所属の写真家などの14名の方々にカラーエッジを使っていただいておりまして、今後ウェブサイトにも、彼らのカラーエッジを使った使用感などの事例も公開していきますので、どうぞ楽しみにしてください。映像ブースでは、カラーエッジ CX240-CNX という人気モデルが1名様に当たるビッグチャンスという、プレゼントキャンペーンの告知も行っております。会場に来ていただいた方には、漏れなくクイズに答えてペンも差し上げておりますので、ぜひ会場へ足を運びいただき、こちらのプレゼントキャンペーンにもぜひご応募ください。
映像ブースではモニター画面と写真プリントのカラーマッチングのセミナーも行っています。キャノン、エプソンに分けて、1日2回ずつ行っておりますので、ぜひ足をお運びください。会場に来られない方にも、朗報がございます。こちらのセミナーを復習できるコンテンツをウェブサイトに CP プラスに合わせて公開しました。こちらの URL になります。こちらの動画もご確認いただければと思います。 CP プラスに来場できない方にも、復習いただけるコンテンツとなっております。ぜひウェブサイトにアクセスください。